このパネル展は今日から来月5日までの防災週間に合わせ、県民に防災意識を高めてもらおうと県が開いているものです。会場には1949年昭和24年のジュディス台風から今月の豪雨まで13の風水害を記録したパネルが展示されています。このうち一部で平均降水量の4倍以上の雨が降った今月の豪雨、六角川の内水氾濫や嬉野の崖崩れなど県内各地の被害を捉えた写真が展示されています。また1980年昭和55年8月末、九州北部地方は太平洋高気圧の周辺部にあり、台風12号の間接的な影響で牛津川や高橋川が氾濫、床上床下浸水はおよそ2万件と大きな被害が出ました。アンアンという注意報だとか警報だとか、そういう地域によってメールが届くようになってますので、そういうものを見ながら状況の把握というものに努めていただけたら、その命を守る行動につながるのではないかと思っております。このパネル展は来月3日まで県庁新館1階の県民ホールで開かれています。